マイク・マサル、マサオカは、アメリカ合衆国のロビースト。日系に世の中では、最も著名な指導者として知られている。日本名は、マサオカユー。夫人は、ノーマン・ミネタ元運輸長官の姉である、エツ・ミネタ。マイク・マサオカド・ロシア、ラング撮影1942年カリフォルニア州、フレズノにて、広島県出身の父と熊本県出身の母との間に、 六男一女の四番目として生まれる。ユタ州ソルトレイクシティに移り住んだ直後に、一家全員で、モルモン教の信者となった。なお、父はマイクが9歳の時に事故により亡くなっている。ユタ大学では、ディベートチャンピオンに選ばれ、1937年に、同校を卒業し、政治学と経済学の学位を取得した。 太平洋戦争勃発直前の25歳の時には、日系アメリカ人市民同盟のナショナルセクレタリー、並びにフィールドエグゼクティブとなり、ワシントン DC に赴任した。太平洋戦争が始まると、マサオカは、ジャクルにおける、キーパーソンの一人となり、当初は、日系人の強制収容問題を可能な、限り穏便に解決すべく、ルーズベルト政権と、幾度となく、交渉を重ねた。 マサオカは、アメリカの市民権を持つ二世を収容することに意味を唱え、一世のみを収容所送りにして、自分たち二世を兵士として戦場へ派遣するという案を軍当局に提示したが、かえって政府側との摩擦を悪化させる結果となり、最終的には、戦時転居当局に協力するという姿勢に転じることとなった。その結果、日系人の間ではマサオカを、親不孝者、 政府にすり寄る、裏切り者と批判する声が聞かれたが、それでも、正岡は、ジャクルのスポークスマンとして、今犠牲を払わなければ、2世にとって、戦後はないと主張して、政府への協力を強行し、政府に収容所における非送流者と運営者側との摩擦を軽減するための方法を提案した。政府は、正岡を収容所における、日系人との間の連絡係として利用したが、 彼自身は収容所に収監されることはなかった。戦況の激化に伴い、正岡はかねてより主張していた、偽世部隊の実現に本格的に尽力するようになり、政府も長期化が予測された戦況を鑑みた上で、日系人からの徴兵も検討するようになり、結果として、正岡の提案は受け入れられることとなった。第442連隊戦闘団の編成に伴い、 正岡は真っ先に、軍へ志願し、軍への入隊後は、フランスイタリアへ派遣され、1944年10月下旬の、ュ受産無役における処位、失われた大体の救出作戦にも参加するなど、幾度となく命の危険にさらされながらも、生還した。ちなみに、正岡兄弟のうち、年老いた母の生活の面倒を見ていた長兄の女王、を、除く5人が軍へ志願し、 時系はフランスで戦死し、弟のうち二人は戦闘で重傷を負い、重度の身体障害者となってしまった。また、1951年の映画、二世舞台では、技術顧問として制作に携わった。戦後も、外国で勝利を収めた戦争は、国内においても勝利を収めなければ意味がない。国民が自由を享受するためには、その自由のために戦い続けなければならないという、 主張のもと、復員後に差別撤廃委員会の委員長に就任したのを皮切りに、ジャクルの代表として、日系人の権利向上のために活動を続けた。その一方で、議会裏で活動するロビーストとしての資格もこの頃に得ている。活動の中でも代表的なものとしては、高田慶三郎などと共に、自分たちの親世代である一世の、 アメリカ市民権獲得を実現させるために、帰化権獲得同盟を結成したことが挙げられ、アジア事情に通じていた、共和党のウォルタージャット会員議員と提携して、移民帰化法案を実現させるべく、法案に関係する議員や団体、マスコミ等に法案の趣旨を説明する、といった活動を展開した。その結果、1949年3月に、同法案が会を通過したのを機に、 アメリカ国内の有力紙がアメリカに永住する日系一世に対し人種平等の立場から帰化権を与えるべきといった内容の社説を掲載するという成果を得るにまで至った。途中、民主党のパッドマッカラン上院司法委員長によって法案の内容を日本からの年間の容認移民者数を他の国の出身者に比べて少なく割り当てるよう修正されたり、 当初の案とマッカランによる修正案をの両方をトルーマン大統領によって拒否権を発動されるなどの右与曲折を経たものの1952年6月27日に移民帰化法が成立しマッカランは正岡をワシントンで最も成功したロビーストと評した1972年にロビー活動に専念するためジャクルの役職を退いた 晩年になると、マサオカは、太平洋戦争の頃を振り返って、政府から自分たちの方針にそう内容の提案を出すよう、圧力をかけられていたことをほのめかすようになり、PBS の番組のインタビューでは、自身が取り続けていた姿勢を、本当に大がかりな芝居だったと語っている。1991年に、新近高速でワシントン DC にて死去。死去にし、 ノーマン・ミネタはマサオカを20世紀において最も素晴らしいアメリカ人のうちの一人と称えるコメントを発表した。ありがとうございます。